まあ、勢いだと思います、はい、あの終盤やっぱり東京にはあのもうそれはもうもちろん私の責任ですけど、勢いをこう増すというかさらにこう優勝に向かってチームとしての勢いがっていう感じにはなかなかさせることができなかったんで、なんとかこう勝ったゲームであったりとかというような形で、ただやっぱりこう勢い持って本当に終盤最終節を迎えられるかどうかっていうのは優勝するためにすごい大事なポイントだというふうに思いますので、いや両方狙いたいですね。あの二頭追ってもというねことわざもありますが、二頭追わないと一頭も取れないんで、はい、あの追えるところまでは二頭追っていきたいというふうに思います。